ワっさ始まったぜ、ナスビ TV! はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。ビアコガイドのナスビです。よろしくお願いします。はい。えっとね。まあ、僕、ナスビがやってる YouTube チャンネル、ナスビ TV なんですけど、あと30何人かでチャンネル登録者数が1000人いきます。いや、ほんとありがたいです。あの、今年中に1000人目指そうと、 思って、えー、っとね、今年の1月か去年の12月か忘れましたけど、再開したナスビ TV なんですけど、まあ、あの、早ければ10月中に1000に行くんじゃないかなっていう感じで、あの、本当ありがたいことです。あの、チャンネル登録していただいた方、ありがとうございます。あの、まだの方、もしよかったら、えー、っと、ビアコガイドとか、釣りとか、まあ、何かしら皆さんの、皆様のお役に立てるような情報とかを、 発信していこうと思ってますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。はい。まあ、あの、釣りの投稿、釣りの更新とかを結構今してるんですけど、ま、いろいろ試行錯誤していって、まあ、何かしら新しいことにどんどんチャレンジしていこうと思ってますので、頑張ります。はい。で、えっと、まあ、今回、えっとね、最近古城では全然撮ってなくて、今日はなんか YouTube、 何かアップしたいなと思って考えてたら、まあちょっと最近の僕のビアコナンコの釣りを簡単に紹介したいと思います。で、まあビアコナンコなんですけど、もう本当に台風が、あの、通過したり、雨が降ったり、風が吹いたり、で、今日とかは結構ベタベタの晴れだったりと、まあすごい天気が日替わりで、 秋のあの特徴の一つでもあると思ってるんですけど、まあ本当に、えっと、水の中がどんどん変わってきて、バスの、まあ年中、まあ魚はいろいろ動き回ってると思うんですけど、まあ特に秋は動きが早いんじゃないかなっていうぐらい、あの、昨日の情報が何の当てにも <laughs> ならないくらい、あの、魚が動き回ってて、釣り方がどんどん変わっていくっていう、えっ、ー、と、ビアコ南湖、秋、2019年、平成31年、 ちゃわ、令和、令和一年っていう感じだと思うんですけど、まあ、ちょっと、あのー、明日使えるかもわかんないですし、まあ、昨日、今日釣れてるから明日も釣れるとか、そんなわからないんですけど、まあ最近やってること、ビアコナンコの話をしたいと思います。まずは、えー、っと、ビアコナンコのおろし物春節エリアのディープ。 大体8メーター、9メーター、10メーター。まあ、たまには5、6メーター、7メーターっていうミドル春節もやるんですけど、えっと、8メーター、9メーター、10メータークラスの春節、おろしの、えっと、スポットでフリーリグをやっています。で、これはなんでかって言いますと、あの、秋に、秋に、えっと、ベートが深い場所に入ってって、それを捕食する、まあ、スーパーデカバスパターン。これをやってます。狙ってます。 使っているのは7グラムぐらいのフリーリーグです。まあ、いたい7グラムです。ちなみにルアーはスタッカーワイド4インチ、スタッカーワイドホグ4インチのフリーリーグかを使ってます。えー、っと、まあ、で、なんで、えー、っと、おろしも春節エリアをやってるかと言いますと、ズバリ人が全くいないからです。結構人が少ないからやってます。あの、ビアコナンコの春節エリアって、まあ、いたいこの浜だったり、ディープホールだったり、おろしも、まあ、だいたいこの3つ。 が、まあ、大きく分けると3つあると思うんですけど、まあ、その中でも、おろしもの春節エリアが、一番人が少なく、少ないので、やってます。はい。まず、おろしも春節エリアのフリーリーグが1つ。で、まず、あともう1つが、まあ、ちょっと1週間前ぐらいまでに炸裂していた、まあ、僕はナスビブートキャンプって呼んでるんですけど、まあ、クランクゲーム。ディープクランクですよね。をやってます。えー、っとね。 HU400、ハイドアップから出ている HU400 っていう、まあ、ディープフランクがあるんですけど、それを使って、えー、っと、西岸のアウトサイドエッジ、西岸、西岸、ビアコナンコの西岸の岸からずっと沖にかけてウィードが生えてて、その沖でスパッと切れる場所があるんですけど、そのアウトサイドエッジ沿いを、えー、っとずっと巻いてるってパターンです。 で、これは一週間前ぐらいに,に、台風の影響ですごい濁ってて、で、その濁りの効果ですごい連れて、連れてたんですけど、まあ、どんどんクリアアップしてきて、あの、パワーダウンしてきてるとはいえ、あの、まあ、日によっては一瞬、一瞬だけ濁ったりとか、えー、雨の後とか少し濁ったりする時もあるんで、まだまだやろうと思ってるパターンです。で、えっ、ー、と、西岸のアウトサイドエッジって言っても、えっ、ー、と、片田エリアから、 ま、金かぐらいまでのラインを結構流してます。ぜひ、何かしらの参考にしてください。で、まず、まあ、ま、おろしも春節以来のフリーリーグ。そして、西岸アウトサイドエッジのディープクランク。あとは、えっ、ー、と、まあ、その西岸のアウトサイドエッジで、まあ、ミノーなんかも使ってます。使ってるのはたまらんバイミノーを使ったりもしてます。はい。えー、まあ、そんな感じ。そんな感じですね。ビアコなんか、ちょっと、あと何、何してたかなって考えると、 そんな感じですね、えー。はい。春節エリアの、そうですね。で、明日は東風爆風4メーター、5メーターとかなんで、まあ結構風裏である、えっ、ー、と、ディープフォールなんかに行って、フリーリーグとか、クランクとかをちょっとやっちゃおうかなって考えてます。まあ、まあ何が言いたいかというと、まあすごい日替わりなので、結構僕は情報を当てにせずに、えー、情報を当てにせずに、あの、えー、っと、まあその日その日 <laughs>、 変わっていくビアコ様をちょっと狙っていくっていうスタイルでやってるので、この言ったパターンも明日釣れるかどうかもわかんないですけど、まあ、やっていく,いくって感じです。あで、ちょっと今日一回試しにやったんですけど、えー、っと、えー、っと、ビアコ等眼、ビアコ何個等眼のシャローをチャターゲーム、えー、っと、8分の3オンスぐらいのシャターに、僕はウープスの80っていうのをつけて、まあ、それをシャターで巻、えー、いたりしてるんですけど、 ま、結構周りの方は結構、チャターでポロポロ、釣ってる情報とかもあるんですが、僕は今日は釣れませんでした。全く釣れなかったです。まあ、でもチャターも結構いいとは思います。はい。えー、まあそんな感じの、ま、ビアコナンコ、ですね。で、気温は大い気温は、あ、水温は、えー、っとね、今日、かくて、一気に上がって21度まで上がりました。なんか例年より結構あったかいらしいです。 はい、で、放流量も15トンのまま、ずっと15トンですよね。水、そんな流してないんですよね。で、水位なんですけど、台風前はマイナス47センチとかまで行ってたのが、えっと、今はマイナス7センチくらい、確か。40センチくらい増水してて、まあ、チャーターゲームとかクランクとかも巻きやすくなってるっていう感じの琵琶湖ですね。はい。まあ、そんな感じの、えっと、まあ、ほコロコロする。 ピアコなんですけど結構ガイドとしてはすごいあの楽しい毎日送ってて <laughs> 送らせていただいててすごいコロコロ変わるんでもう常に頭の中をもうドーパミンとアドレナリンを出しまくって考えながらやっていくのがすごい楽しいわけですそんな中で好きな釣りをやって一匹でも釣れたらすごい嬉しいえっ、ー、と興奮物質が湧き出るという感じのまあ個人的なピアコんこの感想です、えー、すごい楽しめるピアコだと思うんで 皆さんもぜひ足を運んでみてください。まあ、こんな感じの、えっ、ー、と、何の、何の、結局何の話やねんって感じなんですけど、まあ、僕が、ビアコ何個で最近やってる釣りと、まあ、最近やってる釣り、秋の、やってる釣り方紹介です。まあ、ちょっと、いろいろと考えながら、また、ナスビ TV 更新していこうと思いますので、まあ、とりあえずは、とりあえずチャンネル登録者数1000人まで突っ走って、1000人なったら1000人なったらまた次の目標に行くと思うんで、まあ、とりあえず1000人まで、 突っ走ろうと思ってますのでよろしくお願いしますありがとうございましたなすみでした